おはようございます。今屋上にいますよ。太陽が昇ってきてる。爽やかな沖縄の10月の完璧の沖縄の季節の朝で、今屋上にいるのはこれを見てますよ。これはあの昨日契約サインした借りた土地。この土地はこれから新しい、まあ、なんて言うかな、教育プロジェクト、スクール呼びたくないから、スクールじゃない、新しい教育プロジェクト の現場になるのかな。ちょっと見てみよう。あれ、ジャンプができるかな。やってみよう。ふい、うわ、ふう、できた。じゃあ今この庭にやってきました。見て、コーヒーもこぼれてないよ。これは新しい、サイモンの新しい、まだ名前がない教育のプロジェクトの現場ですよ。まあとりあえず今日はコンクリートがれきだらけの草ぼうぼうのまあ荒地だね。今日の最初のプロジェクトの作業はちょっと片付けだね。メイクマンに行って草刈り機を買って、どうにかこのコンクリートをどかすのはちょっと大変だけど、今日頑張って始めようね。でも急いでない、ゆっくり楽しみながらやろうと思ってる。でも目標がこれが、あの子供たちが自由に遊べる場所、あのこっち来てからなんか道具とか木材を置いといてから、子供たちが小屋作ったり道具作ったり武器作ったり、あのちょっとあのウェールズにある The Land というところをモデルにして、あの子供たちが自由にあの たくさんの遊具とかはあの必要がない、あの自由に遊べる場所が必要。でももちろんちょっとあの木とかがあるから、これは木はちょっと小さいから、ツリーハウスは、まあ、ちょっとはできるかもしれないけど、あの足場の棒もあの立たせてから、なんかの枠作ってから、もっとツリーハウスとか登ったり、まあ、物を作ることができるようにしたいね。で、あとは遊ぶ、あのトランポリンとかあの入れると思うんだけど、今日は、その、棒見える？この棒2つがあるから、その間にスラックライン、あのバランスのやつを セットして、なんか今日はちょっと作業だけど、まあ、作業ばっかりしたくない、あの楽しいこともやりたい。これは楽しむためにやってるからね。あのでもあの、この小屋もある。このお家は一応誰も住んでない。で10年間私たちはこの家に10年間住んで、あ誰も入ってない。だから一応借りてる土地に含まれてるだけよ。あの土地のこの家の持ち主は隣の人だから、ちょっと聞いてからだけど、使っていいですか。でまあ中身は10年間誰も入ってないから中身どうかな。ああの多分全部捨てちゃう。ただの、 あのワークとして、小屋として使って、でもワークショップ入れて、道具入れて、なんか、物作りができる場所にしたい。あとは多分できれば、あの音楽のスペースも作りたい。なんか、ドラム弾いたり、ギター叩いたり、ギター弾いたり、ちょっと音楽を楽しむスペース。ウクレレも頑張ろうかな。で、あの、お家も、これはお家、このドア入ったらリビング。で、お家もあのこのプロジェクトの中に、まあ、で多分2階は家族のスペースにするで、1階はあのリビングとキッチン、まあ、トイレもあるから、中で遊ぶことができる、テレビ見たり、ゲームしたり、あの美術の材料も置くから、絵描いたり、物を作ったりすることができるようにする。で、キッチンもあるから、料理とかができる。で、こっちにはこの今何もないんだけど、このドアからちょっとなんかテラス、飛び出るテラスを
作ると思ってる。そうするとなんか中と外 の間のスペースになる。あの雨が降ってもなんか外でちょっと使えるスペースで、まあまあ大雨だったらなんかプラスチックのシートカーテンみたいにするからそのまま使えるようにする。こういうようにあの子供たちが自由にこっちに来て遊んだり自分の好きなように遊んだり学んだりすることができるのが目標で、かなり獅子舞ですよ。かなり目がピッキラキラして、張り切ってこれからは楽しみ。で定期的にブログする、まあ、多分このようにYouTube の動画でなんか進歩をちょっと、みんなにシェアすることも目標だから、また来てね、見に来てね。今日も見てくださってありがとうございました。じゃあね。